ついてもスイッチ入って、いや、これかっこ悪い。よしと思ってボタン押してかけたんですよ。Ladies and gentlemen, welcome to North Village!皆さんこんにちは。ノースビレッジの出版と YouTube のナビゲーターであり、作家のロバート・アビスです。ノースビレッジがやっている YouTube チャンネルの今日のゲストはですね、YouTuber としてはおなじみのジョーさんです。よろしくお願いします。よろしくです。どうもどうも。はじめまして。はじめまして。昨日ちょっとカフェでお会いさせてもらいました。このぐらいですよね。はい、まだあまり話してないんで、はい、じっくりジョーさんについて、根掘り葉掘り聞きますんで。ありがとうございます。ちょっと怖いですけど。何聞かれんのかなっていう。まずここのノースプレッシュの関係ってどういう感じでここに行き着いたんですか？初めはお客さんやったんですけど、うん、ここ運営されてるアツさんという方がいて、はい、その方と8年前ぐらいにその方がやってたバーでお客さんとして行って、はい、でそこからノースプレッシュには普通にお客さんとして通ってて、はいはい、うん、悪あがきっていう、ここの社長が書いた自伝で、はい、最近書いたね、はい、それたまたま見つけて、多分 SNS から何かで流れてきたからなのかわかんないですけど、うんうん、小塚洋介さんとか、はい、ガクトさんとかが帯書いてあるじゃないですか、はい、小塚洋介さんとかガクトさんとかの本とかも読んでたんですよ、はい、なのであ、これも読みたいなと思って、うん、買って、うん、あ、じゃあノースビレッジの社長の人が書いてあるんやと思って、うん、で読んでおもろすぎると、はい、人生めちゃくちゃ面白い人生を送ってる方なんやなと思って、うん、じゃあノースビレッジよく通ってるしと思って、うん、ごめんなさい、アツさんにご連絡して、はいはい、じゃあちょっと洋平さん紹介するよということで、著者の洋平さん紹介してもらったら、うん、まあ、僕的にはすっげえ意気投合したと思ってるんですけど、はいはい、からの流れで、ここ1週間ぐらいでもう3回、4回会ってますね。そうか。はい。結構やってることも似てるところが結構多かったですね。いや、共通点めちゃくちゃ多くて、ね。はい。はい、俺やって思いました。それ僕やで、ね、まあもちろん違うところもあるんですけど、はいはい、まあ体型は随分違うけどね。はははは。すごいなんか共感する部分が多かったので、はいはい、ぜひ会いたいということで。なるほど。今につながりますね。なるほど。じゃあまず、ジョーのバックグラウンドを聞きたいんだけど、はいはい、大阪出身ですよね。大阪です。で、どういう幼少期？でも幼少期は結構普通ですよ。でも、なんか親が離婚したりとか、家庭の環境がいろいろあって、だからこそ多分、自分の人生どう生きていくかっていうのは、そこで結構見つめ直したっていうのもあるんですけど、うん、でも割と普通でしたけどね。目立ちたがり屋、それとも結構静かなタイプ？あ、静かでしたよ。初めは、どっちかというと人見知りというか、うん、なのでやっぱそういう家庭環境とかの問題とかもあったんで、うん、自分から多分誰かが離れていくんじゃないのかなとか。あ、そういう恐怖心があったんだ。そうですね、そういうなんか寂しさとかがあったりとか。お母さんが自分の元を離れていったのと同じように、はいはい、また自分の中で好きな人が離れていっちゃうんじゃないかっていう。じゃないかみたいなところで、なんかやっぱ気使ってましたね。人に対してね。はい。だからこそ多分、うん、例えばテレビのスターの人たちでやったりとか、うん、映画の主人公とか、うん、漫画の主人公とかの人たちとか、うん、輝いてる人たちに対しての憧れとかもすごく強くて、うん、そうなったらやっぱ人気者っていう人たちになったら、自分もやっぱ人に好かれるんだとか、うん、注目浴びるんだみたいな、うん、そういうなんか多分承認欲求が高かったなと思います。でも人見知りの自分から人前出たり、ちょっと人がやらないようなことをやるようになったのは、はい、なんかきっかけがあったの？じゃあどうやったらそういう映画の主人公みたいな生き方ができるんだとか、うん、そういうことを考え始めた時に、やっぱみんな共通してるのが自分のやりたいことやってるなと思ったんですよ。自分のやりたいことを、はい、自分の心のままにやりたいことやってるなって、うん、じゃあそういう人たちの本とかを読んでいったりとかしたんですよ。映画見たりとか、うん、はいはい、じゃあふつふつとやっぱりこう自分の中では燃えたぎってる、うん、そういうようなハートみたいなのがあったんですよ。まだでもそれ出せないなって思って、はいはい、まあ普通に小中高行って大学ってなった時にいきなり受験って人生の選択を狭まれるじゃないですか。そうだよね。いきなりじゃあはいどこの大学行くんですか、うん、将来の選択になった時にとりあえずやりたいことないから普通に受験しようかなみたいな感じだったんですよ。進学校やったんで高校、はいはい、頑張って勉強で進学校入って、で、次大学のために、うん、まあ、普通に勉強しようっていう感じで、周りがやってる勉強一緒になってやってたんですよ。ただ、なんかこう、自分の中で人生の答えっていうのが見つかってないにもかかわらず、このまま勉強やってていいんかな、うん、どうなんかな、みたいな。それはきっとたくさんの大学生が思うことだけど、はい、でもやっちゃうんだよね。で、わかんないままサラリーマンになっちゃったりするじゃん。でもそれでもまあいいかとも思ってたんですけど、うん、これはやっぱりそのままやったら、自分が思ってるようなヒーロー、
ていうか、うん、かっこいい大人っていうのになられへんのちゃうかっていう疑問もあったんですよ、うんうん、ってなった時にボクシング中継やってて、はいはい、その中継でやったらなんか世界戦がやってたんですよ、はい、世界戦ってやっぱこう試合する前にドキュメンタリー形式でその人の奇跡みたいなのを映すじゃないですか、はいはいはい、で思いであったりとか、うん、で家族にこうやって支えられて、うん、その思いを背負ってて、うん、そしてリングの上に上がるんだみたいなんで、うん、もうリング上がったらなんかバチバチの殴り合いしてるわけじゃないですか、うん、汗とか血とかを飛ばしてなんてかっこいいんだと、うん、この人たちは。で、それ誰だか覚えてる？何個か見たんですよ。あ、なんかその時結構格闘技ハマってて、はいはい、亀田三兄弟とか、あの頃なんですよ、うん、長谷川穂積さんとか、はいはい、内藤さんとか、うん、まさにあの頃で、なんてかっこいいんだこの人たちはと、うん、第一線で自分で体張って人々の思い背負ってと思って、うん、で、パッて僕は自分のその時の今を振り返った時に、はい、いや、俺かっこあれみたいな、うん、心今勉強やってることにも心乗っかってないし、うん、と思った次の日にはジムにいましたね、ボクシングジムに行って、うん、親結構厳しかったんですよ、うん、まあ、割とこういう肩にはめるような厳しい親だったんですけど、はい、でもだからこそ親に内緒ボクシングジムの門を叩いて、もう勢いでプロになりたいですみたいな。受験はもう置いといて、もうその時はまだ頭の中には受験はあったんですよ。あ、じゃあ両方やってみよう。一回選択を広げてみないと答えって見つからないなと、うん、その人生のメニューが一つしかなかったんですよ。いわゆるレールの人生っていうんですかね、はい、まあ、それも素敵だなとは思うんですけど、だから自分はこの葛藤の答えっていうのを見つけたいなと思ってて、うん、とにかく飛び出してみな分からないなと、うん、選択が増えないなと思ったんで、それでやっぱボクシングジムの門叩いて、ボクシングをじゃあ入会しますみたいな、うん、同意書みたいなのいるじゃないですか、親も同意書も。大体印鑑の位置って実家どこに置いてあるかと分かるんで、勝手に引っ張り出しして、みたいな。やっぱりこう、できないことができるようになるっていう実感って僕的にすごい成長してる気分になれたんですよ。うん、初めに受けれなかったパンチとかが怖かったものが、受けれるようになったりとか、うん、バーンこう音が変わったり、ミットのとか、ドハマりして。それまであんまり大会系の人間じゃなかったの？そうですね、まあサッカー部とかありましたけど、はいはい、でもなんか体育会系っていうよりもそんなになんか、うん、いわゆる体育会系っていうがっつりゆとり世代だったんで、はいはいはい、そんな感じじゃなかったですけど、やっぱりでもボクシングの、はい、ジムはめちゃくちゃ体育会系で一個一個学んでいく日々だったんですけど、うん、じゃあ僕の中ではもうなんかスイッチが入り出してるんですよ。とりあえず今はボクシングやりたい、将来はどうなるかわかんないですけど、今はとりあえずプロになりたいとか、うん、でも勉強も続けなければいけないって、さらになんか葛藤がぐちゃぐちゃになっていってるんですよ、うん、じゃあどうしたらいいんだろうっていう思って、うん、じゃあ毎日のようにジムも行きながら、うん、かつ受験勉強もする、うん、でもジムに行けば行くほど、まあ、強くはなるんですけど、受験勉強から遠のく、うん、受験勉強やればやるほど、うん、その自分のやりたいボクシングから遠のく、うん、この2つやったんですよね。葛藤だね。はい、ってなった時にジムのトレーナーが、お前さみたいな、そんだけ練習とか一人でも熱心に、やっぱこうジムって世界ランカーとか、うん、プロの方とかを中心に教えてるんで、うん、だから僕みたいなまだまだペーペーの練習生ってあんまり見向きもされないというか、うん、だからこそ自主練が多くなってたんですよ、うん、プラスこうミッド打ちとかできるかどうかぐらいだったんですけど、だからやっぱこう自分のトレーナーとか忙しくて、じゃあちょっとお前さ、沖縄に具志堅用子さんの方がいて、その人育てた師匠、うん、金城さんの方がいるんですけど、具志堅用子さんであったりとか、沖縄の世界チャンピオン、うん、沖縄ってすごいボクシング強いんで、うん、世界チャンピオン何人もその方が育てて輩出してるっていう方なんですけど、で基本的にアマチュアとかオリンピックの世界メインとかで、うん、プロになるまでの道のりを構築するっていう方で、でその方はなんか結構沖縄って成人式荒れたりとか、こう不良とかも多かったりするじゃないですか。うん、なのでそれをボクシングっていう世界を通して構成させるっていう。こともやってたりとかして、学校の非常勤講師として監督されてたみたいなんで、会いに行ってみたらええんちゃうみたいな、かなり厳しいことやけど勇気あんねんとちょっと電話してみたら、うん、で学校の名前だけ聞かされて、うん、でその学校のホームページで調べて電話番号が目の前にあるわけなんですよね、うん、で次の日パッて学校当たり前のように普通に制服着てチャリコ置いてたら、いつの間にか公園に行ってて、うん、もう遅刻してるんですけど、うん、公園に行ってて電話番号とずっとにらめっこしてるんですよ、うん、30分ぐらいしてたんですよ。ちょっと、かけてもらおうかなと思って、よしと思ってボタン押してかけたんですよ。うわ、繋がったと思って、ダイヤルがもう、はい、ブルルってなってて、はい、もしもし、みたいな。で、その学校の方が出て、僕、こういうもので、今、ボクシングでプロになりたいなと思って、まあ、まだかじってるんですけど、でも今はすごくボクシングが好きなんですけど、うん、ただ勉強もやらなければいけない、この葛藤で今、苛まれてて、うん、どうしていいんかと分かんないんで、一目でいいんで、うん、人情さんの方にお会いしたいんですよ、うん、って言ったら、心よくつなげてくれて、うん、同じような思いをこう、ぶわー喋ったんですよ。もう何喋ったか覚えてないんですけど、うん、じゃあ、その金城さんが、うん、
来たらいいさ。ラフな感じで、うん。沖縄来たらいいさ。ボクシングが好きで熱い若者すごい好きだから来たらいいさ。うん、って言われたその一言で僕はプツンってもうスイッチ入って、うん、もう勉強一切手につかないというか、うん、もうそっから僕とりあえずお金貯めて、すぐにでも沖縄に行こうと思って、うん、新聞配達朝始めて、うん、で学校に。で、夜もバーとかで働いたりとか、もうとにかくバイトで全部含めて、うん、で寝る時間も惜しいで、で、うん、やっぱ、ボクシングもやりながら、うん、朝も走って、うん、みたいな日々を送って。一気にモチベーションができちゃったわけね。はい。で、お金貯めて、もうその2ヶ月後くらいには行ってたんですよ。行ったんです。学校もすっ飛ばして、うん、はい。もうあの学校ほったらかして行ったんですね。受験もあっただ中やったんですよ。冬で。うん、その時期にも僕だけもポンと沖縄に飛んで、で、その受験も送り出して。はい。で、その方にお会いして、で、その方のお家に泊まらせてもらいながら、そこの沖縄小学高校って言うんですけど、うん、そこのボクシング部の子たちと一緒に、うん、もう毎朝、そして、あの、夕方も練習するみたいな日々を、うん、まあ、2、3ヶ月でしたっけね。はい、うん。やって、じゃあもう僕の中で、なんかもうみんながみんな、ボクシングっていう夢を追ってたりとか、うん、目がキラキラしてて、それを毎日、時間を共有する仲間たちがいて、なんかその日々が刺激的すぎて、ただ体めっちゃ苦しいんですよ。もうついていけないぐらい苦しいんですけど、うん、ただ、なんか心が心地いいんですよね。何かにこう向かってるというか、しかも頑張れてる自分ってなったら、どん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 自信がついていくんですよね。なんか自信に変わっていって、自分で初めてなんか選んで、遠くに行って、そしてなんか自分がやりたいことをやってるって日々がすごく刺激的やったんで、よし、とにかく一回大学も行かんとこ、とりあえず何がどうなるかわからないけども、とりあえずボクシングのプロにはなりたいな、とか、っていう感覚で、学校はでも、最後卒業式の前日に帰ったんですよ。高校ですよ。はい。うん、だからそれまで結構大変やったんですけど、沖縄から反省文とか先生に送りましたね。なぜ、はい、学校に行かないのかとか、教典とか、うん、点数は取れてたんで、割となんか要領いい方やったんですよ、勉強に関して言うと。卒業できたんだ。はい、うん。なので、反省文付きで卒業できて、うん、で卒業式行ったらもうみんなザワザワしてるんですよ。大丈夫なんお前みたいな。将来、大丈夫なんほとんどはもう進学組だよね。はい。うんで、親とかも、うん、まあ結構カンカンやったんですけど、うん、でも僕がもう無鉄砲にもう行くって決めてたんで、もう何回も説得して、もう勝手に聖夜状態やったんですよ、うん。ほぼ感動されてるみたいな感じだったんですけど、うん、でも最後沖縄出る時の最終日かその前日ぐらいに練習に親父も顔出してくれたりとかは。いいおかげさんじゃん。来てくれたんでしょ？その時は大嫌いでしたけどね。もう、僕のやりたいこと全部が全部反対するんで、どっちかというと、反対押し切ってやってたっていう状態ですね。ただ心配やからやっぱり来てくれるみたいな感じだったんですけど。で、なんとか卒業して、フリーターしながらボクシングやってたんですよ。うん、バイトしながら。で、19歳になった時に、うん、なんか僕の中でターニングポイントやって勝手に決めつけてたんですけど、なんか10代最後ですし、うん、なんか最後、じゃあ20歳ぐらいになったら、あと1年ぐらい練習してたら、プロテスト受けれるんじゃないのかどうなのかな、みたいな感じではあったんですけど、うんただまだまだやなと思って、じゃあ自分にとって何か、やっぱプロなる上で自信あるもんっていうのを身につけておきたいなと、うん。マインドでもそうですし、うん、はい、リングの上に立った時に、あいつよりも俺はこういう部分を漁ってるなとか、うん、ハート的な意味とか、もちろん練習量では絶対やとは思うんですけど、うん、ってなった時に、僕受験勉強をやってた時期に、ちょっと遡って、うん、はい、なんか図書館で、バックパッカーズ読本っていうのを一回読んだことがあったんですよね。人生に悪あがきを続けようっていうことでお疲れ様です。はい、今回この悪あがきという僕のもう心をもうめちゃくちゃ震わせてくれて感動してもう一本の映画を見たような気分になったのでもうこれを機に俺の人生もっと感動的に自分が主役やから漫画みたいな人生生きてみたいなってやっぱなんか自分の人生って自分が一番主役やと思うしそれ以外の人たちってやっぱ傍観者やと思うね子供の時あの時描いた夢こういう風に生きていたいなとか、こういうことやってみたいなとか、いろいろあると思うねんけど、大人になったら諦めちゃいがちな人生になってると思うねんけど、でも、この本の著者の北里洋平さん、ここにも書いてる通り、諦めることを諦め、悪あがきを続ける主人公の自由でバカな物語、もう爽快にバカで、根拠のない自信で、どん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 、漫画みたいに夢や目標っていうのを突破していく、そんな突破力、そこから来る覚悟や思い、すごく僕は共感しました。これから自分も、YouTube を通してジョーブログで挑戦していきたいと思うんですけど、何かこれから自分の人生を通して一歩踏み出したい人、
やりたいことがあるけど諦めちゃいがちな人、この洋平さんのマインドから学ぶ部分がすごくあるんじゃないんですかね。自由にまだまだ俺たちは生きれると、子供心を持って未完成でもいいから、才能なんてなくてもいいから、悪あがきを、人生に悪あがきを続けようっていうことで、この本読んでください。 Let it go。Never gave in. Challenging the world's greatest soccer player, a pro Muay Thai fighter, a legendary world boxing champion, always in their field, recording all losses and a lot of injuries. After dropping out from an elite career, he launched his publishing company, North Village, and has been releasing multiple best selling titles. In addition, he now operates more than 30 hookah lounges around the world, including Machu Picchu. Always following his selfishness to the extreme, he's made all his dreams into a reality. He is a samurai pirate and the captain of North Village, known as Mr. Waragake! Yohei! Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.